今年5月、福岡県宗像市の国道でバイク14台に分乗し暴走行為をしたなどとして、警察は高校生13人を含む17人の少年を逮捕・送検したと発表しました。警察によりますと、福岡県岡垣町に住む高校生ら15歳から18歳までの少年ら17人は、5月7日午後10時ごろ、福岡県宗像市の国道をオートバイや原付バイクなど14台で信号無視や蛇行するなど、共同で危険な運転をした疑いが持たれています。別の日の一時停止違反などの疑いで逮捕した高校生の少年のスマートフォンに暴走行為の映像が残っていたことから逮捕に至りました。少年らはそれぞれ4つの暴走グループなどに所属していて、当日は SNS で情報が上がっていた福岡タワーまでのナイトツーリングに参加しようとしていたということです。全員容疑を認めています。